皆さんこんにちは。こんにちは。今回は食べ合わせの検証をしていきたいと思います。はい、まあ、よく何とかと何とかを一緒に食べるとこの味になるとか、なんか違う食べ物の味になるって言うじゃないですか。あのプリンと醤油入れるとあれだっけ、ウニだっけ。そうそうそう、そういうのあるじゃないですか。はいはい、その中から今回はみかんと海苔と醤油、でいくら、こんなねベタなことをやっていきたいと思います。はい、でなんでこれをやるかと言いますと、何やら楽さん、嫌いな食べ物がみかんという、そうですね、ことで、ぜひね、これをね試して、俺は嫌いな食べ物を克服してもらいたいと思います。これ見ただけ、みかん見るだけでちょっと胸焼けしてくるな、これ。別にアレルギーとかではね、ないん。なんかその中でもね、まだいろいろ嫌いな食べ物が多いらしいじゃないですか。はい、多いです、もう。何があるんですか、ちなみに。まあ、あとケチャップ系とかね。ケチャップ。あと、ソース、ウスターソースとか。おー、ソース。エビカニも、まあ、食べ過ぎたという、そうですね、そういうのから嫌いになってしまったと。はい、ちっちゃい頃食べ過ぎて、あ、もういいです、みたいな。だからね、こう他にもまあ今言ったね、ソース系だとか、海鮮というかカニとかね、甲殻類、とかを使って、なんか合わせて違う食べ物の味になりますっていうね情報等ありましたら、ぜひコメントかツイッターの方で教えていただけるとね、またやりたいと思いますので。俺はもう俺やりたくないな。俺は嫌いな食べ物をやっぱ克服していかないとね、これから先、世の中に役立つ情報があるわけだから、まあ、やっていきたいと思います。はい、それでは早速実際やっていくんですけども、まずはこちらみかん、本当にやっぱ嫌いということで、実際普通に食べてみた方がいいと思うんですよ。食べれないことはないですよ、ただ嫌いです。どのぐらいぶりですか、みかん。なん 4,5 年ぶりぐらいじゃないですかね。マジで、この皮剥くのも超久々。うわ、で昔あれですね、この皮の、この部分プシューってやってね、よく遊んでましたけどね。あれ確か風船にかけると風船割れるらしい。そうなの。そう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 、なんか化学反応が起こって風船割れるっていうね。お、すごい美味しそうじゃないですか。あ、匂いももうだね。柑橘系、匂いがギリギリギル。じゃあ早速ね、いただきたいと思います。まあこれ普通のみかんですね。ダメ、やっぱダメ。食べれるけど、なんかかみかんですね。実際今回ご紹介するものがですね、こちらです。まずはみかんと海苔、そして醤油につけて食べると、まあ、多分ですけど、お箸でなんか痒くなってきました。いや、痒くない。なんか この辺か。最初お箸でですね、あの醤油に多分つけて、それで海苔の上に乗っけて巻いて食べると、最初はいいかなと思うんですけど。はいはいはい、わかりました。え、あれですね、みかんをつけて巻いて。そうですね。じゃあね、行ってみようと思います。はい。え、これ海苔1枚でいいですか。1枚。うわ、あ、でも見た目どう？どう？いや、まずみかんをこうやってね、醤油つけて食べるってないですよね。はい。巻いて。巻いて。これ。うわ。普通の人だったらこれまずいと思うんですけど。ああ、でも海苔の方が香り強いですので。え、でも言っときますけど、正直なね意見しか言わないんで。はい。うん。多分反応薄いなとかあるかもしれませんが、皆さんご了承お願いいたします。ってことでいただきます。お、え、マジで？マジで？あ、でもみかんだ。マジで？うん。いや、あのね、最初、一番最初ね、イクラ感が出る味。マジで。すげえ。うん。すごいすごい。ちょっと、皮付き。皮付きでも。皮むい、
食いて薄皮っていうか、うん、あれも全部剥いた状態でやったんですよね。うん。これちょっと厳しくない？これなんか怪しくない？ちょっとでかすぎたかな。あのこのプチプチ感的なやつはね、若干ね、一瞬だけイクラって感じがしたけど、やっぱね、後味みかんですね。ちょっとね、若干あの海苔、海苔にも塩分を含ませてね、うん、まあ、イクラって結構塩分強いんで。そうだね、醤油ベースだね、うん、じゃあ皮付きみかん、海苔巻きいただきます。まずということでやってきましたけども、はい、ちょっとさ、油汗かいてんだけどえ、実際あの一番最初のやつはみかん甘皮抜いてこうつけて、うん、あの時とはなんか反応はまあ良さそうというかさ、うんうん、一瞬来たって言ってたけど、うん、皮はついてるとやばい。うん、あとちょっと粒が大きかったかな、みかんの。ああ、なるほどね、うん、だからみかんを、めちゃちっちゃいみかんをやればいける、うん、皮なしの。ということで、はい、結論から言いますと、まあ、うまくはないですね、決して。うまくはない。ということで、なんか他にみかん使ったり、うん、みかんとケチャップ、ソース、うん、カニ、エビ、うん、とかのやつで使って何か違う味になりますよっていう、うん、なんかそういうね、情報とありましたら、はい、ぜひコメントかツイッター説明欄に載せてますんで、はいはい、そちらからぜひ教えてください。お願いします。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。では、次回も、ムダ毛チク毛動画でお会いしましょう。ちょっと俺も食ってみていい？いいよ。ちょっとでかくないね、もうこれそんな薄いあれでいいの？あのね、皮むいてめっちゃちっちゃいみかんとかだったらギリギリ。確かにこれいいんじゃない？これちょっとこんな感じでいけます。てか俺サングラス取っちゃってるこんな感じで。うん、どう？わからなくもないこれ一瞬、最初の一瞬なんかおおってなるけど、わかるわかるやっぱみかんですよ、ね、これ。でもさ、うん、イクラの味あんま思えないまず多分わさびとかあればなんかよりわかるかも。これすごい。これさ、もっと崩してさ、うん、1日醤油に漬け込んでやったら違う、うん、また軍艦とかだったら多分いけるかもしれない、うんうん。